フェズは頭頂部から房の垂れ下がったツバのない円筒形の帽子。色は赤や円磁色であることが多い。フェズという名前はモロッコの都市フェズにちなむ。日本ではトルコ帽と呼ばれることが多く、またエジプトなどではタルブーシュと呼ばれる。19世紀から20世紀初頭にかけてオスマン帝国とその周辺地域で流行した。もとは 現在のモロッコのあたりで用いられていた帽子だったが、オスマン帝国が、マフムト2世の近代化改革によって、文官、武官ともに様相を取り入れることになった際に、従来ムスリムが頭に巻いていたターバンに代わるものとして導入された。このような経緯から、オスマン帝国においてフェズは近代化のシンボル的存在として親しまれ、ムスリムだけではなく、キリスト教徒やユダヤ教徒の間でも、 フェズを着用することが多くなった。しかし、トルコ革命によって、オスマン帝国が倒れ、さらなる近代化を国是とするトルコ共和国が成立するとかつて近代化のシンボル的存在であったフェズは、皮肉にも旧体制のシンボル視されるようになり、大統領となったムスタファケマルパ社によって1925年、フェズの着用は禁止された。 この大統領による禁止令は逮捕などの措置も含む強制力の強いものであったため今日のトルコでは土産物等を除いてフェズは絶滅状態にある。また政教分離の理由からトルコ共和国では公務員はフェズ棒の着用は法令で禁止されている。一方トルコで禁止された後もシリアやエジプト、ボスニアといったトルコ以外の旧オスマン帝国地域では フェズは着用されていたが、時代とともに服装が多様化するにつれて廃れ、やはり現在ではほとんど姿を見ることはなくなっている。発祥の地であるモロッコでは今日でも伝統的な民族衣装として残っているものの、日常において一般的に着用されることは少ないようである。チュニジア共和国ではフエルトを原料に使用したフェズが存在し、シェシアと呼ばれている。 似たような形状のものに、マレーシアやインドネシアのムスリムが被うむる孫国クがある。ありがとうございます。